にちは。こんにちは。トロピカルガーデンです、はい。今日は。今日元気ないね。うん。今日はね、うん、これ黒いヒラなんだけど、胡蝶の前あそこにこうトレイにねいっぱい植えてあって、そこの下に隠れちゃってたんだよね。もともと隠れてなかった。うん、プロリフェラ葉っぱが細かくて結構水すぐカラカラになっちゃうから増やすように下で育成してたんだけど、ずっと調子良かったんだけど、この胡蝶の前が急成長して梅雨で隠れちゃって伸び伸びになっちゃいました、うん、それなので切り戻して刺していこうかなと。はいはい、はい、切り戻してるね、うん、もう伸び放題だから切り戻しがいがあるよ、うん、もうこれ仕立て直さないとどうにもできないから。そうだね、うん、ほっといたら、ほっといたらどうなるの。育ててもここだけポコンってこうちゃんとなってくるんだけど、こうでも重くなっちゃって垂れてきちゃうからどんどん、うん、だからそれだったら今のうちに切り戻しちゃった方が綺麗にできるからね。切っていきます。はい、でもね徒長しちゃってこれ水も結構吸ってるから葉っぱがすごく取れやすい、だからもう葉っぱ外して使えるから、もう適当な鉢に大きくても小さくても。今回はまた綺麗に仕立て直すように同じ大きさの鉢でやっちゃいます、うん、でこの刺してって伸びたこの頭を切っちゃったこの部分、うん、この部分もこのまま一節しかないんで本当はもう一節ぐらい欲しいんだけどね、うん、切ってこのままこう刺しても全然大丈夫です、はい、そうすると子供がこの葉の付け根から出てくるから、うん、本当にひたすら切って刺す切って刺す。で下は刺しやすいように葉っぱ1枚2枚もいであげて、うん、刺してあげる。多分ね梅雨時期だから結構伸びちゃうんだよね。でもこれ伸びたにもひどいよね、うん、そうだね、うん、びっくりしちゃった。普通にしてればね、うん、ここまではならない、ね、ならない。だって上にあるプロリフェラこれはもう全然普通に、うん、徒長してないからね、うん、これは正常な状態、うん、こっちが徒長した、徒長しちゃった。胡蝶の前とかってこの時期すごい元気になるじゃん、うん、急成長してうっかりするとこういうことになっちゃうんだよね、うん、あとはでもこれパラパラってやって刃出しで出してあげるとそれはそれでね、これなんかほら刃出しでいっぱい出てるでしょ、うん、刺しても全然可愛いからパーッと植えて隙間はもう刃出しにしてもらう感じで。こっち切った方もちゃんと下からまた出てくるから、うん、なんか結構茎ごと刺すと大変そうだから葉っぱ取っちゃうね。最初はいいんだけどさ、だんだん嫌になってきちゃうね、うんうん、全部切るのって結構大変だね。大変だよね。この鉢いっぱいにとりあえずなるまでやるね、うん、飽きちゃった、うん、はい、ここのは一緒です。一緒してる人が違うわけで。あ、そうなんですね、はい、ここの辺もそうですか。そうです、ね、この、はい、この後ろに切れてないのかな。大丈夫かい。はい、大丈夫だよ。黙ってやっちゃってるけど黙々とね、うん楽しくなっちゃった。え、そのことにもほら、多部さんが説明してくれてるから、うん、いい子にしてる。こちらペンセット使う。いいよ、しゃべって。なんか音が聞こえたか。あ、うんって言ったんだ。何の音じゃん。うん。お腹の音。
違うかな。でも手ちゃダメでしょ。そうだよね。うん、あ、そうだ。もう手からだね。質問いろいろいただいたから、うん、それもちょっとお答えしたいから。はい、プロリフェラってさ、うん、こう、うまく育てるとね、可愛く分線していって、うん、ほら、脇からこうやって子供が出てどんどん生えてるんだけど、うん、1回伸ばしちゃうと結構嫌になっちゃうんだよね、仕立て直すのが、うん、でもこう仕立て直してあげると半年先、秋の終わりにはまたこう可愛くなるから、うん、今のうちに仕立てるんだったら仕立ててあげて、うん、で、梅雨も全然丈夫だから、うん、特にこの2匹じゃない方なんてすごく丈夫だから、うん、どんどん仕立て直してあげて、伸びたら更新する感じ でランナーも出て結構わさわさしてきちゃうからね、伸びたら増やせるチャンスと思ってやってもらえれば、うん、ね、うっかりテーブルの日陰のとこっていうか下に置いちゃうとうっかりねこういう風になっちゃうことがあるから、うん、気をつけないと。でもこう黙々とやる作業すごい好きだからさ、うん、楽しいよ。あれは嫌でしょ。嫌だね。多分途中からまとめてバサッと切ってバッて置いて終わりだよね。トレイの中に移したりね。そうそうそう。葉っぱ全部バラバラバラってバラバラって並べて終わるから、うんうん、そうするとね、うん、この悪い日本の苗が出来上がるってことだ、うん、でもやっぱりこうやって手をかければかけただけさ仕上がりも可愛くなるから、うん、できるだけ手をかけてあげて。そうだね、うん、で、もしこれ空いた隙間とかあったらさっき取れた葉っぱをちょこちょこ落としといてあげれば、うん、こんな感じでね、うん、そうするとまた隙間からもいい感じに増えるから、こんな感じで、うん、隙間にね、どんどん置いといてもらって、うん、で、こう、切ったところが大きいでしょ、うん、で、葉っぱでこう、葉差しで出てきてちっちゃいのがこう、隙間から出てくるとまたなんか、それはそれで可愛らしいから、うん、大きいのとちっちゃいのでね、うん、葉差しもこう入れてあげると、プロリフェラは噛んじゃったね、特に可愛くなると思います、うん、で、こうやって頭を切ったところを植えてあげた時、うん、葉っぱが3枚ぐらいついてるでしょ、うん、3枚の部分から あの新しい芽が出てくるから1本からこう3つ出る感じで、それはそれでまた可愛くなるから、うん、なるべく頭だけを入れないで頭とその下の部分葉っぱを一緒に混ぜてあげると仕上がりが可愛くなると思います。はい、はい、そんな感じでこれは出来上がりです。で、2匹、うん、これと一緒なんだよ、ほら、こっちがこれは普通にテーブルの上にいたやつ、これは補聴の前に隠されちゃったやつで、これも植え替えるんじゃなくて、うん、この鉢の中に同居で頭を切ってちょっと刺してあげようかなと思って、うん、ついでにやってもいいですか。はい、補聴の前の枯れ葉がほら、うん、すごいね。そうでしょ、こんな感じ。また知ってるんだよ、それ知ってる。でね、補聴の前の木がここに入り込んでた、ほら、うん、ほら、で、切っといたの、これ、うん、ひどいから抜けないんだもん、もう。こんなに太い補聴の前強いもんね、うん、このハウスの中だったらね、うん、屋外だと弱いけどね、うん、寒さに弱いね、うん、寒さが弱いね、うん、この時期はすごい元気なの。わあ、すごい、こんなに根が全部処分してもう一個いる。よし、で、ここにちょっと伸びちゃった部分をさ置いていきます。葉差しも見て可愛いよ、ほら真っ白になっちゃった。
ね、でこの伸びた部分をこれそこまでこれこっちほど徒長してないから何節かで切って置いてっちゃいます。隙間にこう入れてあげる感じで、で切った方も頭を開けられてまた次出てくるから、ダンゴムシがいる。これもコチョウの前だね。うん。じゃあ。で、こんな感じで引き戻しました。はい、今度はテーブルの上に上げとこうと思います、うん、そうだね、今回は、うん、これで少しまた芽が出てきたりしたらちょっと仕立て直してあげて、はい、行こうと思います、うん、こんな感じでプロリフェラはおしまい、はい、で、昨日が出たやつ見ていい、うん、ありがとうございます。サラヒメボタンについて質問が来てたんだよね、うん、それだ、読んでくれる？ネットでサラヒメボタンの群生株を購入しました。根っこが元気そうだったのでそのまま植えましたが、木立ちしているサラヒメボタンの葉っぱの下から気根が出てきてしまいました。お水もちゃんと吸っているようでぷっくりしてはいるのですが、気根が出たところはカットして植え付けようか、夏前のリスクを避けるために秋まで待ってカットして植え付けた方がいいでしょうか。過去に同じような質問があったら申し訳ないですが、ご教授お願いいたします。はい、気根までは出てないんだけど、うん、結構下が根が詰まっちゃってたりすると、うん、この茎の部分から根が出ちゃうんだよね、うん、で今からちょっと切り戻すのはあんまおすすめできないから、うん、秋まで待ってもらって切り戻した方がいいと思います、うん、はい、はい、安全のために、はい、結構もう梅雨入ってパタパタやられちゃってる苗もあるから、うん、万が一ねやられちゃったらねちょっと悲しいから、うん、秋まで待ってもらって9月中旬ぐらいに切り戻してあげて殺菌剤を塗ってあげてで植え付けてあげる。でおそらく秋まで待つとこんな感じで子供が出てきてくれると思うから、うん、子供がもし出てきたら子供が出てきてる上でカットしてあげて、うん、そのまま下は残してあげて上は乾かして植えてあげるっていう風にしてあげるといいと思います、うん、はい、あともう一個メキシカンジャイアントの育て方っていうのがあったのか、メキシカン持ってこなかったの、うん、それはそれでまた、うん、また次回、うん、それでやればいいんじゃない、うん、それはブラックプリンス、ブラックプリンス錦だね、すごい綺麗でしょ、一時期ね、うん、結構ね輸入したよね、うん、すごい綺麗、そんな感じかな、うん、はい、それは大丈夫、うん、壁様の寄せ植え今日乗せてもらったんだけど、うん、あの大きい寄せ植え、はあはあ、すごい軽々乗せてたね、だいぶ大きいんだけどね、大きいんだけどすごい、水あげとけばよかった、壁さんが乗せてくれる前に、それは重いですもん、それただの意地悪だな、軽々乗せてたから、もしかして意地悪ですか、あ、落とすかもしれないですダメだね、重いそんな感じで、はい、で今日は愛子さんの鉢、うん、
今日、うん、ペットショップ販売します、はい、数に限りがあるのでお早めにお願いします、はいはい、そんな感じで今夜21時に太鼓さんの鉢は更新します。はい、はい、こんな感じです。はい、じゃあ変な動きしてるよ。あれジョイマンやるんじゃなかったっけ、田部さん。楽天後ろからん、楽天モバイルじゃない、楽天モバイルはダメ、まあ、ダメ、うん、はい、まだ出来上がってない声は出来上がってないから。そうだ、うん、はい、じゃあ、はい、そのところでよろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。またね。何何何テンション